えー、落語の方にはいろんな人間が出てまいります愚か者ですとかおっちょこちょいな人間、うん、また、えー、大酒飲み知ったかぶりまあいろんな人が出てくるんですけれども、まあ、続きまして、えー、今じゃ日刊工業新聞社の随分と偉くなられた方の、まあ、しっかけ出しの頃うちょっとした心温まるうっかりエピソードでございますこの何がしくん 入社して初めての営業回りだったんで、えー、横浜のとある中小の製作所に出向くことになりました入社して初めての外回り気合十分にパーッと飛び出したないいんですけれどもそこに突然の雨 営業の方というのは、あのカバンの中に、えー、折りたたみ傘をお、まあ、持ち歩くもんなんだそうです。けれども、まあ、そこは新入社員の悲しさ。右も左も分かりませんで。で、えー、傘を持ち歩くという習慣もございません。おかげで、スーツはびしょ濡れでございます。えー、ところが、約束の時間が、どん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 と迫ってくる。時計を見るというと、もう十分前。 びしょ濡れで失礼かとは思ったんですけれども、まあ、遅れるよりはいいだろうってんで、えー、先方に出向くことに決めまして「おはようございます!」「あのおはようございます!」「日刊工業新聞のものなんですけれどもおい!」「あれなんだおいお前ずいぶん濡れちゃったねああ気の毒だ風邪ひくといけねえやうん、これで拭きなここの社長が出てまいりますあー優しいですねええー、ぐっちょり濡れた、えー、何がし君を見てタオルを出してくれたああそうですかどうもありがとうございますええ どうもすいません助かりましたえ私あの日刊工業新聞社のもんでございましてえ本日朝早くからご対応いただきましてありがとうございますうんでなんだいえあの日刊工業新聞社いやそれはさっき聞いたよだからなんだってんだよえあのお電話でお話ししました通りえ私本日からこちらの担当になりましたえお初にお目にかかりますどうぞよろしくお願いいたします担当おい おななんんかか勘違いいしてるんじゃのかでよくよく聞いてみると行くはずだった会社と同じ名前の別会社だったんだそうです、まあ、つまり行ってこいと言われたまるっきり別の会社行っちゃったさあこのなにがし君顔から死が出るほど恥ずかしい思いをしたそうなんですけれども、まあ、ここの社長さんってのは1枚も2枚もお当てで「へえおめえみてえにすっとんきょうでひょうんなやつがいる新聞社だったらおおこれは面白い会社にちげえねえよし俺に任しておけ」 なんと広告主になってくれたんだそうだでこの社長の真のすごいところはこれだけじゃないなんと行くはずだった会社に社長自ら案内をしてくれたってんですからねまあ懐の深いかっこいい社長さんがいたんだそうでございますまあいい出会いに恵まれた何がしくんいつか恩返しようなんて思ってるうちに、えー、営業から記者になりましてすっかりと時が経ってしまいました 産業界にお返しをなんて思っているもんですからああそいつは、えー、どんな時でも小さな情報でも拾えるように言ってんで常に例えばある年のこともう大変な雨が降った年がありまして、えー、もう車は動かないし電車は止まる。 ところが、そいつはバカっちょうじきですからね。ああ、もうその雨の中、えー、小さな情報でも拾おうってんで、とある部品工場のオエジのところにやってまいります。すいません。すいません。あの、日刊工業新聞社のもんなんですけれども、あの、すいません。おう、だいしょうがねえな。忙しいところに誰だよ、本当にも。え、おい、なんだい。え、あの、大変な時にすいません。本当だよ。な大変な時に何してきあったんだ。 あの,あのじゃねえんだよ、ね、うちみてえな小さな部品工場に何の用があってきたんだいうっかりと追い返されそうになるんですけれどももうあ汗まじりで薄汚れた記者の姿を見て何だろうってんで尋ねてみると電話も通じず電車も動いておりません、まあ、そんな中自転車でもって情報を集めようという記者だってんでたとえ小さな部品でもここの部品がなくて世界の誰かが困るのであれば。 私はそれを取材して記事にする義務があるんです世界の誰かが困るかそうですようんそうか社長さんおもむろに泥の中から缶コーヒーを出しまして「<laughs> おいこれ飲んできな冷てえけどなそうすかありがとうございます」 社長さん、あったかいですよ。